1>, 1ヶ月前ぐらいの話近くのコンビニの店員のおばあちゃんが対応してくれましたが私がアイスを買うと袋はいりませんと言ったところアイスの袋を開けてアイスのみを渡してくれましたまあ間違ってはないんだけどなあ「南品おやじです。利回り6.72%。 株価低迷中ということで、本日ご紹介する銘柄は、ユニデンとなりますそれではまず、ですね大好評の私の食レポツアーということで、今回はですねだいぶ家から近いんですけども、えーとですね、愛知県高浜市にあるアジクラと読みます。こちら中華 屋さんでですね、最近、リニューアルオープンというかですね、店舗の改装がありまして店内が広くなった味くらをご紹介いたします。こちら、ですね、最近はベトコンラーメンが続いておりましたがベトコンラーメンはなかったのでこちらニンニクの豚肉炒めというのですね、を頼んでみました。ニンニンクの。 えー、目のです、ね、豚肉炒め定食となります、えー、こちらですね、約800円か900円だったと思いますが、えー、非常に美味しくて、ですねラーメンが4種類か5種類選べます、あとこれ、無料で漬物と書いてあるんですけども、中、え、を、ー、開けますと、キムチが入っておってですね、非常に美味しくて、えー、非常に人気のお店です、えー、ぜひ皆さん、近くに寄った時は立ち寄ってみてください。 それでは油2年のご紹介となりますユ先週の,の終値、3125円ということで、最近ですね株価の方徐々に上げてきており、9月の半ば、大きく上げております。これはですね、配当予想をです、ね、見直したところ、非常に株価好調に推移しているんですけども、それでも 取り6.72%とということで本日取り上げてみましえ何の会社かといいますと無線通信機器メーカーとして有名でありまして最近ではですね不動産事業、売上の40%を占めており海外にはですね米国、オーストラリアなどに進出している会社となりますで取扱い商品はまあ無線機器ですね、まあ、昔はですね。えー とですね、電話、コードレス電話等が非常に多かったんですけども、最近ではです、ね、無線通信機器、それからセキュリティ機器、えー、車載機器ですね、車載カメラなどが非常に好調の会社であります。それでは主な数値の方を見ていきましょう、時価総額184億円、PER が28.3倍、PBR0.6 倍です。それからですね ROE ROA が非常に高くて優秀な数字が出ております11.8%、11. ROA が9.2%ですね、それから自己資本比率78%と、ですねここ1年で非常に自己資本比率の方を上げてきております。それから配当利回り ですね、それが6.7%、配当成功がそれでも33.8%と、非常に魅力的な数字ではあるんですけどもえ、株価の方がいまいち上がってきておりません、その理由をです、ね、本日探っていきたいなと思います。で売上高のです、ね、これ棒グラフ見ると、やはり22年度、非常にです、ねえー、先行きがちょっと不安な売上高の予想なんですけども、えなぜ配当の方を上げたか。 ととといいいいうところをです、ね、見ていきたいと思いますでまずです、ね、その配当のです、ね、方針変更に伴い、22年度3月期配当予想上方修正ということで、これが10月14日なんですね、えそこから株価の方う、退して動いておりません、ですね、10月13日の、えー、ところからです、ねえーまあ、株価の方動いてないんですけども、どのような発表があったかといいますと、 配当方針の変更ということで、連結純資産配当率をです、ね、4%に引き上げるということになっております。で今までは、えー、どうだったかと言いますと、株主資本配当率を2%をです、ね、配当の加減水準とするということになっておりましたが、今回ですね。えー 連結純資産配当率 DOE4% 程度を配当の加減水準にすることを基本方針としたということで、まあ、今回のですね修正予想ということで、210円、前回の予想がです、ねまあ、100円ということで、約2倍近くの配当予想に。 なったということで、えー、とですねまあ、それから修正の理由としまして、まあ、2022年度3月期は配当予想については、1株当たり100円から210円に修正いたしますということで、株価のですね、えー、上昇が予想されたんですけども、さほど上がっておりません、それではですね、えー、その理由をさらに見ていきたいと思います。 回答の予想です、ね、が倍近くなったのに株価がです、ねまあ、多少上がっているんですけども、いまいち振るわないよ、えー、原因としまして、まず、通期の業績予想、えー、こちらがです、ね、前期比マイナス43%になりそうだ、えー、最終利益はマイナス82%になりそうだということで、まあ、業績のです、ね、見通しが非常にです、ね、悪い。 のにですね、配当方針をなぜか変えたためですね、配当は維持という感じになりましたが、えー、業績がどうもですね、見通しが悪いということで株価の方が低調というのがですね、まあ、結論なのかなというふうに思いますで。細かく見ていきますと、売上高の方もですね、やはり21年度非常に低迷でしておりまして、20年度 1>, まあ1月から3月、非常に好調だったんですけども、今期もですね非常に悪くて、前年同期マイナス16%、最終利益もマイナス28%ということで、 まあコロナショック直後も、まあ、赤字で、そこから回復基調にはあったんですけども、やっぱりですね、振るわずということで,売で、ね、売り上げもだんだん下がってきているということで、配当は上がるんですけども、業績が悪いというのが、ですね株価低迷の理由だと私は呼んでおります。えキャッシュフローの方を見ます20年度 2020年度3月期決算、こちら、ですね、フリーキャッシュフロー、大きなマイナスを出して、ですね、今季、非常に大きく回復はしておりますが、でまだまだ、ですね、えー、営業キャッシュフローの方がマイナスということで、まあ、だいぶですね、現金、資金調達、あとです、ねがえー、非常にですね、不安があり、現金比率を高めです、ね、で財務の 財務の体質の強化を進めたため、えー、まあ、なんですかね、自己資本比率の方をです、ねえー、上げて、体質強化に努めている段階であります。で、財務の方ですね、自己資本比率、キャッシュフローがマイナスということもありまして、えー、自己資本比率、だいぶです、ね、現金比率を高めた結果、上がってきてはいるんですけども、総資産自己資本ですね、あんまり変わるように、 変わってないような気がいたしますが。が総資産は明らかに減っております。で有利子負債倍率まあですね。0.17%と実質無借金経営でえまあ、問題ないかとは思うんですけども、先ほど見たですね。キャッシュフローの営業キャッシュフローこちらがマイナスというのが、ね、非常に気になるところであります。で,ですね。優待の方なんですけども、ユニ電えなしということで。 0ですで配当の方はですね、先ほどから言っていた通り6.72%、最近の推移見ていきますけども、やはりですね、13年、16年度、20年度、0円ということで、かなりメリハリのついた配当を出しているというところが見えるんですけども、やっぱりですね、安定的に出していないというのが、ですねこれはっきりと出ておりますので、ちょっとですね、いくら利回りが良くても、ですね、ちょっと とですね。安定的に。まあインカムゲインがいただきたいなという方にはですね。あまり向いてない銘柄なのかなというふうに私は思っております。でですね。株価の方を見ていきます。月足で見るとですね。 まあ18年度ピークに下がって、ちょうどコロナショックの時にそこを打った感があるんですけども、業績がいまいちパッとしない、売上高も伸びてないというのに、右肩上がり、配当を伸ばしたというところもあるんですけども、6.72%で株価の方も上がってきておるんですけども、やはりですねまあ業績が追いついてきていないというところをですね見て、 見ますと、ですね、まあ、これやっぱりですね、RSI がです、ね、80%近くということで、過熱感がちょっとですね、出ているのかなというふうに思います。で今後なんですけれども、まあですね、長期の業績トレンドということで、5年で平均成長率がですね、8.2%なんですけれども、やっぱり売上高が2期連続減収。 ですね、配当のほうは、ねまあ、210円ということで増配なんですけども、まあですね、株価の方84.5ということで高め、でまだ上昇傾向にはあるんですけども、まあ、業績がです、ね、現役で前年同期比マイナス19.2%ということで株価の方はですが、ね、上がりきってないというところがですね、まあ 見て取れるかなと思います。ただし財務の方の健全性を見ますとですね、有利子負債率が非常に低くて、えー、ネット利しをこちらの方もですね、マイナス17.9とですね、これ低ければ低いほど、えー、まあ。 会社の財務的にはですね、健全性が見られるということで、実質無借金なんですけども、あまりですね、もうこれがマイナスが過ぎるとですね、資産というか現金をうまく回してないというふうにも取れますので、まあですね、こちら数字が低ければ低いほどいいんですけども、あまりマイナス過ぎてもですね、よろしくないのかなというふうに私は思っております。で、次回の決算。 の予定なんですけれども、11月12日、こちらもですねやはりあまりよろしくないというふうに私は読んでおりますので、株価の方、もこれが高止まりということで、まだまだです配当利回りは高くなりそうなんですけれども、ちょっと買うのにはですね、ちょっとですね躊躇してしまうかなと思います。でですね、前回の決算発表もですね予想進捗率と雨マークが出て おりますのでちょっとですねいい材料はないのかなというふうに思いますただしですねユニデンの業種的にはですね無線通信機器というのはこれからもですね安定的にむしろ伸びる分野でありますでドライブレコーダーもですね今後伸びるというところを見るとですね非常に魅力的な業種ではありますし現在ですね円安メリットということで現在ですねまあ ドル円が114円ですかね、本日で。114円ということで、かなり円安に傾いているので、まあ、ユニ入電にとっては追い風となっております。あとですね、意外に不動産投資、不動産関連もですね、堅調に推移しているところがですね、まあ、ユニ入電を今、下支えしている原因というかですね、要因かなというふうに。 なっておりますのでこの辺んは追い風なんですけども、まだですね本業のですね無線機器通信、こちらの売り上げがしっかり回復してから、ですね狙ってみるのがいいのかなということで、この配当利回りにですね目を奪われて、狙うのはちょっと危険かなというふうに私は思いました。 本日はですね、ハイトリ回り6.7%のユニデンをご紹介いたしました、ちょっとですね、業績が非常に心配される銘柄で、財務の方は問題ないんですけども、ちょっとですね、まあ、急激に回復するというところも、ですね、まだ見て取れないので、次回の決算発表を見てからでもですね、えー 遅くはないかなと思うので、私は今回、ユニデンは見送りたいと思いますが、皆さんはいかがお考えでしょうか、えー、ぜひですね、チャンネル登録、コメント欄よりお寄せください。あとですね、えー、難品親父に対する意見もですね、お待ちしております。あとですね、私の食レポに関する情報、それからですね、ご意見ありましたら、ぜひコメント欄よりお寄せください。本日は以上です。難品親父でした。